ドイデン、高津監督のコメントにブチギレ反論。岡田監督はこの日の取材対応でも、コメントでもシュートピッチャーやからって、シュートピッチャーやったら当ててええんか、だからピッチャー監督の発想なんやな、自分らやられへんからの、そういうことやろ、ピッチャー監督やからな、そういうのわからへんのやろな、自分らは投げる方やからな、当てる方やもん、打席で自分らはやられへんからな。野手はそういう痛みがわかるからの、その辺の感覚の違いなんやろなと語った。これが教育やろな。ガチギレやん。まだキレてる。キレ散らかしてて草。オンとか入ってないと、なんかきつい言い方に感じるわ。先生ならなんてコメントするんだろう。高津の対応はほんまあかん。今回だけじゃなくてこれまでの積み重ねがね。野手と投手の感覚の違いか、なるほど納得やわ。どんでんって悪強いし、敵作る言動多いから、好き嫌いはっきり分かれるけど、阪神ファンにとっては良い監督やと思うわ。どんでんがキレてるのは、謝りに来なかったことなんだよな。そそくさと逃げていらん言い訳かまして、案の定突っ込まれるという。高津は毎回謝罪かで言い訳してるもんな。まあ攻めた結果とか言い訳にもなってないのも多いけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。